エリックサウスの稲田俊介です。ボア風シュリンプカレーを作ります。じゃあこちらの玉ねぎをみじん切りにしていきます。そんなにこれも一生懸命細かくカットする必要はないので、まあこう 7、8 ミリ幅ぐらいに端から入れていって、あとはもうこれを端からですね切っていきます。そんなに細かくする必要はありません。あとで火を通した時にですね、玉ねぎほぼ完全に柔らかくなりますので、まあ、この時点では炒めやすいように少し刻んでおくというイメージです。今この切り方ですね、こういう手順で切っていくと一番楽で、なおかつ最後の最後にこういう芯だけが残る、非常に切りやすいやり方です。じゃあはい、こちらトマトカットしていきます。ヘタを落として、でこれは最終的に炒めながら煮崩していくので、形は気にせずに、それである程度細かくなれば大丈夫です。まあ角切りがやりやすいかなと思いますので、こういう感じで、もうちょっとこのトマトもかなり熟れてて、逆にこう炒めた時に潰れやすいんで、このぐらい熟れてる方が、まあ、調理自体はやりやすいですね。じゃあこちらエビの殻を剥いていきますね。下の方からとりあえずこうぐるっと剥いていただいて、尻尾は取っちゃってもいいですけど、最後の見栄えを気にしてあえてちょっと残しておきましょうか。ちなみにこの端っこを少しこう切ったりするとレストランっぽくかっこよくなります。で背中をこう開いていきますね。ちょっと切れ込みを入れて、こう開いた時に背わたがあるようだったらこう覗いていきますが、今回これ背わたもう取れてるというか綺麗なようなので、このまま下から2番目の殻から抜いていきますね。背中を割って、あと背わたを確認と、こういう感じになります。はい、ではゴア風シュリンプカレーを作っていきます。こちらですね、ココナッツミルクベースの、これもかなりスパイスの構成とかはシンプルなカレーとなります。もうエビそのものの素材を生かしましたという感じになりますね。まずテンパリングでマスタードシードを加えていきます。こちらですね、もうしばらくしましたらマスタードシードの周りにシュワシュワっとこう白い泡が立ってきて、もうちょっと立ってきてますけど、その後追っかけるようにパチパチパチという弾ける乾いた音がし始めます。でそうやってマスタードシードを弾かせたら次の工程に移ることで、油の温度を下げていくということになりますが、これを全部弾かせようと思うと、多分やりすぎになってしまう可能性が高いので、これが最高潮まで達したなと思って、そこから音が下り坂になったなって思ったら、そこで次の工程に移ります。はい、じゃあ玉ねぎいきます。これ以上やったらマスタードシードがやりすぎ、香ばしいを通り越して焦げてしまうので、このぐらいのタイミングということになりますね。はい、で玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎももう追っかけてすぐ入れていただいても大丈夫です。ニンニクと生姜をここに入れます。でこの玉ねぎはそれほどしっかり炒める必要はないです。大体こう香りが立って玉ねぎが多少歯ごたえというかあっても、大体こう周りが透明の感じになったらもうそれで十分ですね。はい、じゃあトマト入ります。で弱火にして今じっくりみたいな工程を経てません。もう本当にずっと中火から強火で手早く炒めていってもらって大丈夫です。でここでトマトがまた崩れてくるので、もう崩れ始めたらあとはあっという間に崩れていくので、もう次の工程に行ってしまいますね。はい、ここでカレーリーフも出します。カレーリーフはマスタードシードから続けてすぐにその後入れて香ばしさを出してもいいですけど、これお好みで、今回はちょっと後に回してですね、少しカレーリーフのフレッシュな感じを
残そうとしてます。これは完全に気まぐれのようなものですね。でパウダースパイスが入ります。パウダースパイス大変シンプルです。4つあるように見えますけど、実は実質3種類チリとコリアンダーとターメリックのみです。なぜかというと、これチリがですね2種類入ってます。2種類っていうのが、今回は韓国産の唐辛子と、よくカレーに使われるカイエンペッパーというやつを2種類使ってますけど、これなぜそうしてるかっていうと、カイエンペッパーと韓国産唐辛子を使うことでですね、ゴア料理でよく使われるカシミリチリという非常にこう風味が良くてでも辛くない唐辛子を実は再現してるんですね。非常に色が鮮やかであまり辛くないで、なんというか旨味といいますか、唐辛子自体に、味があるというのがこのカシミリチリの特徴になりますので、今回はこの2種類のチリのブレンドでそれを再現し、日本だとなかなかこれカシミリチリというものが、手に入らなくてですね、でこれももう短時間ですが、割とあっという間にねっとりまったりとなりました。水少々加えて、一旦鍋の温度を下げて、さらにココナッツミルクをもう加えてしまいます。これ全部入ります。塩もここで入ります。これもこの後このグレイビーが沸いたら、あとは仕上がるの実はあっという間なので、これ沸いてきたらですね、この先ほど殻を剥いておいたエビを入れます。皆さんもご存知でしょうけど、エビというのはこう煮すぎると硬くなります。なので煮すぎないように程よく火が入ったところでこれはもう仕上げてしまいたいということで、もうここからは割と慎重といいますか、やりすぎないように、やりすぎないように。で、エビが火が通ったかの目安というのがですね、エビっていうのは大体こう、最初こういう感じで、こういう感じですね。火が通るとだんだん、こう、近づいていきます。近づいていくとか、丸くなっていきます。で、丸くなっていって、頭と、尻尾のところがつくかつかないかぐらい、こういう C みたいな、なんだっけ、視力検査のマークみたいになったら、OK というのが目安です。なんで、その、本当は、少し前に、視力検査の C より、ちょっと空いてるぞぐらいで止めて余熱でいくというのがベストです。あんまり喋ってると、ベストのタイミング逃しちゃいそうですが、見えますかね？今、こういう感じです。いい感じですね。多分ここで止めたら、まだ火通り切ってません。ここで止めたら余熱でちょうど良くなるんじゃないかなと思います。じゃあ余熱行く前に、コリアンダーリーフと最後ちょっとこれゴア料理らしいところ、酢で味を最後引き締めます。レモン汁とかね、タマリンドとかを他の地域では使うことが多く、ゴアでもエビカレーとかフィッシュカレーはやっぱりタマリンドとかを使うことが多いんですが、酢も使われることがあります。というわけで今日はせっかくなので特徴を出すという意味も含めて酢を使ってみました。お好みの酢で構わないです。個人的にはやっぱりなんとなくこう米酢が合うのかなと思ってますけれども、インドではねココナッツビネガーというのを使ったりもします。まあこちらではなかなか手に入らないので、ですね。あ、これでいい感じ、火の通りもいい感じだと思います。はい、こういう感じですね。ゴア風シュリンプカレー、これで完成です。ゴア風のエビのカレーですね。はい、はい、もうじゃあグレイビーから。あ、しっかりパンチがありますね。ですね、うん、シンプルなんですけど、うんうん、まあ、辛くない唐辛子をたっぷり使う、あ、なるほど、はい、あとまあ最後ビネガーで少し引き締めてっていうので、やっぱりグッとパンチ出ますね。はいはい、はいはい、うん、うん、うん、ああ美味しい、うん、
やっぱ我々日本人エビ好きじゃないですか、うん、なんかもう問答無用で、うん、やっぱりこのある程度辛さがしっかりしているあたりとか、はいはいはい、そのビネガーの酸味っていうのがゴア風っていうところなんですかね、うん、そうですね。だからこういうココナッツミルクがベースになって何らかそのレモンだったりタマリンドの酸味が入ってっていう、はい、甘いと酸っぱいの調和みたいなパターンは本当にもう南インドこうやったらもう全土にある感じなんですよね、その組み合わせとしては。でもまあ割とエビに関してはどの地域でもスパイス自体はシンプルなことが多いし、でそれでいうとゴアはそのまあ向こうだったらカシミリチリって言われるあの風味のいい唐辛子を割とたくさんもうガサッとそれがベースになるぐらい入れるっていう、なんかそういう豪快さみたいなところがあるんですよ。辛いだけじゃなくてしっかり香りがある。そうですそうです。それ自体に旨味があるスパイス、はい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 、そうですよね。ゴアだとやっぱりポークビーになるところが有名ですけど、はいはい、やっぱね、うん、港町なんで、はい、あの海産物の料理はね、そうですよね、本当に確実に美味しいですよね。美味しいです。あ、これもそのゴアの風が吹きますね。